今日は桃の簡単な切り方をご紹介いたします。まず一番簡単な8等分で、なおかつこう種も割と簡単に取りやすいカット方法になります。桃はですね、こう縦にこう線が入ってますので、ここですね、こちらをまず一周ナイフを入れていきます。こういった感じですね。ここにまずナイフを、真ん中に種がありますので、種が到達するまでこうナイフを入れてください。という感じですね。これでまず一周終わりました。次に今ここにこう一本入れましたので、ここに今度90度にナイフを一周させていただきます。真ん中の種にぶつかるようにあえてわざと一周させていきますので、この辺はそんなただ一周させるだけなので、もう簡単に、はい、今この状態でもう4等分にこう切り込みが入ってます。そしてあとはよくあるアボカドをカットする方法とほぼ同様でして、あとこの桃をあんまり力を入れないようにしてこう回してですね、ゆっくりでいいんでこう外すように丁寧にやりますと、こういうふうに取れます。あとですね、最初にこちら4等分にも切り込み入れておりますので、この時点でもう簡単に外れやすいですね。かなり簡単で、こちらに少しナイフを、種を取りやすいように若干こうナイフを入れますと、あと簡単にこんな感じですね、簡単に外れます。あとはここはもう手で普通にこう種取れますので、最初にですね、やはり4等分にこう仮包丁というか切り込みを入れることによって種もより外しやすいので、これが一番簡単な方法かと思います。この辺の切り方の大きさはもう自分の、そうですね、もうちょっと小さくでよければこれを3等分すればいいですし、私は結構桃はもう大きくカットしたいんで、あえてもう今日は大きめの、まあ大玉の桃ですから8等分でも結構食べ応えがあるような感じですね。まあ、こちらが8等分の一番簡単なカット方法ですね。あとはですね、この皮、桃の皮を取るんですけども、これもなるべく薄くですね、こうスライドさせるような感じで、やっぱりこう手で剥くとこう指の跡がこう、なんて言うんだろう、茶色くなったりしてつきやすいので、やっぱりナイフ使った方がいいですね。最初に出回る和製系の桃でしたら剥きやすいんですけども、終盤以降の例えばアサマ白桃とか、あと夏っ子とかですね、今日の川中島白桃なんですけども、やっぱりこの辺のちょっと晩生系になりますと皮がもう剥きにくいですから、やっぱりもう和製品種でも中盤からあと後半戦の桃でもですね、ナイフを使った方がこう綺麗にカットできますので、はい、こちらが一番簡単な8等分の桃のカット方法でした。